非アルコール性脂肪性肝疾患とは脂肪肝の原因の一つであり、アルコール依存症以外の原因によって肝臓に脂肪が蓄積している場合に生じる。ナフルドは先進国で最も頻度の高い肝障害である。非アルコール性脂肪性肝疾患は非アルコール性脂肪肝と非アルコール性脂肪性肝炎の2種類に分けられる。ナッシュはナフルドの最も極端な形態であり、 肝炎を含み、原因不明の肝硬変の重要な原因だとみなされ、肝細胞癌に進行することもある。非アルコール性脂肪肝は、ナッシュよりは危険性が低く、普通は、ナッシュや肝硬変には進行しない。ナフルドが、ナッシュへ進行した場合は、最終的には肝硬変、肝癌、肝不全、心血管疾患などの合併症を引き起こす、可能性がある。 肥満と二型糖尿病はナフルドへの強い危険要因である。その他の要因としては、体重型、メタボリックシンドローム、次の5つの症状のうち3つ以上を満たす場合として定義される腹部肥満、高血圧、高血糖、高トリグリセリド血症、低血性、HDL コレステロール、過糖を多く含む食事、及び高齢が挙げられる。 ナフルドとアルコール性肝疾患はそれぞれ死亡肝の一種である。他の原因による死亡肝の可能性を排除した上で肝性検を取ることにより診断を確定できる。ナフルドは世界で最も一般的な肝障害であり、世界人口の約25%に見られる。また、米国などの先進国では非常に一般的であり、2017年には 約7500万から1億人の米国人に影響を及ぼした。肥満の90%以上、糖尿病の60%、そして正常体重の人でも最大20%がナフルドを発症する。ナフルドは慢性肝疾患の主な原因であり、2017年時点の欧米で行われた肝移植の理由の第2位である。ナフルドは ヨーロッパの人口の約20から25%に影響を及ぼす。米国では成人の30から40%がナフルドを患っており、成人の約3から12%がナッシュを患っていると推定されている。それによる米国の年間経済負担は約1030億米ドルであった。死亡規模の副次的な原因となる過剰なアルコール摂取、ウイルス性肝炎、 または、脂肪肝を誘発する可能性のある薬物療法などがない場合の肝臓への脂肪の異常な蓄積が非アルコール性脂肪肝疾患の特徴である。ナフルドという用語は、非アルコール性脂肪性肝から非アルコール性脂肪性肝炎までの一連の肝臓異常を含む。これらの病気は肝臓での脂肪の蓄積から始まる。肝臓は肝機能を損なうことなく、 脂肪を維持することができるが、様々なメカニズムや可能性としては肝臓への損傷により、ネフルが炎症や時には繊維症を伴う非アルコール性脂肪性肝炎に進行することもある。すると、ナッシュは肝抗変や肝細胞癌などの合併症を引き起こす可能性がある。専門会委員会の70%が指示を表明した新しい病名として、 代謝機能障害関連死亡患疾患が提案された。肥満者の増加に伴い世界的に増加している。日本では1000万人の患者がいると推定されている。血液検査による AST と ALT の値は感染以下が進行した病態でも基準内の症例があるため重要視されない。感性圏腹部超音波検査、肝臓の硬さの計測。 蛍光ブドウ糖不可試験は有効であるとされ、隠れた、糖代者異常を早期に把握し、糖尿病治療を開始することは有効と考えられている。血中、フコシルカ糖タンパク質を血清マーカーとして実用化するための研究が進められている。ナフルドは、影響を受けた人が太りすぎであるかどうかに関わらず、それを治療することは正当である。ナフルドは防ぎうる死である。 ガイドラインは、アメリカ肝臓学会は、低強度のものよりも多くの減量をもたらす、可能性がある。減量は、バイオマーカー、ナフルド段階の改善、およびナッシュの可能性の低下に関連しているが、長期的な健康への影響は、まだわかっていない。したがって、2019年の系統的見直しでは、ナフルド管理のために、これらの治療法を推奨する。 ガイドライン改定を示唆している。食事療法ナフルドの治療には、通常、栄養を改善するためのカウンセリングと、カロリー制限が含まれる。ナフルドの人には、中から低炭水化物の食事と低脂肪の食事が良い。また、地中海式食事療法は、6週間の研究において、体重の減少とは、無関係に、ナッシュにより誘発された炎症や、 繊維症が減少する有望な結果を示した。暫定的な証拠は、体重型でない脂肪肝のある個人への食事介入を指示している。イージルは、通常の毎日の食事から、週に500から1000キロカロリーのカロリー制限、肥満、過体重なフル度については7から10%の減量を目標とすること、低中脂肪の食事、及び中から高炭水化物の食事、 または低炭水化物のケトン体生成的な食事、または高タンパク質の食事、及び加糖を含むすべての飲料及び食品を避けることを推奨している。アルコールは悪化要因であり、あるのはナフルド、またはナッシュの人々に対しては、アルコール摂取を避けることを推奨している。イージルでは、男性の場合は3 0ム日未満、女性の場合は2 0ム 日未満の飲酒をとするナフルド治療におけるコーヒー摂取の役割は不明であるが定期的なコーヒー摂取が保護効果をもたらす可能性があることを示す研究もあるビタミン E 母、ナフルド患者にできてしまった肝性異症を改善はしないが肝機能の特定のマーカーを改善しナフルド患者の一部の肝臓の炎症と死亡を減少させるようであるアジア パシフィックワークグループは、ビタミン E が、肝臓の状態とアミノトランスフェラーゼのレベルを改善する可能性があると助言しているが、それは、ナッシュを患っている糖尿病や肝硬変のない成人に限られる。ナイスガイドラインでは、進行した感染症を伴うナフルドの症に及び成人の選択肢として、糖尿病の有無にかかわらず、ビタミン E を推奨している。 シリマリン、クルクミニア、緑茶などのハーブ系化合物は、ナフルドバイオマーカーを改善し、ナフルドの段階を低下させるようである。研究により、腸内細菌とナフルドとの関連を示唆されている。レビューによると、プロバイオティクスとシンバイオティクスの使用は、ナフルド患者の肝炎症の肝臓特異的マーカー、肝硬直の測定値、脂肪症の改善に関連していると報告されている。 運動療法原量は、ナフルドを改善する可能性があり、特に肥満、または太りすぎの人に推奨される。ナフルドのある、太りすぎの人に対しても、ナフルドのない肥満や太りすぎの人と同様の身体活動及び食事療法が推奨される。原量にとって身体活動は食事療法ほど重要なものではないが、ナイスは全体的な体重減少がないとしても、 肝臓脂肪を減らすために身体活動を進めている。運動や食事による減量は肝臓の脂肪を減らし、ナッシュと繊維症の寛解を助ける最も効果的な方法である。運動だけでも脂肪肝を予防、または軽減することができるが、運動だけで肝臓の他のすべての側面を改善できるかどうかは不明である。したがって食事療法と運動を組み合わせたアプローチが 推奨される。矛盾する調査結果があるものの、有酸素運動は筋力トレーニングよりも効果的かもしれない。高強度の運動だけがナンフル度がナッシュ、または進行性繊維症に発展する可能性を減らしたので、激しいトレーニングは中程度のトレーニングよりも好ましい。イージルは1週間のうちに3から5セッションで150から200分の中から 強程度の有酸素運動、または筋力トレーニングを推奨している。いずれも肝臓の脂肪を効果的に減らすので、長期的に持続できる個人の好みに即した身体活動を選択する実用的なアプローチが望ましい。身体活動への取り組み、またはそれまでの水準よりも身体活動を増やすことは、座った姿勢のままでいるよりも優れている。ナフルドは結果的に、 心血管疾患を引き起こすことがよくあり、ナフルド関連の死亡の大部分の原因である無症候性アテローム性動脈硬化として現れる可能性があるため、イージルは心血管系のスクリーニング検査を必須とみなしている。アルドによれば、ナフルドの患者は心血管系の罹患率と死亡率のリスクが高く、ナフルドのすべての患者で、 心血管疾患の危険因子の積極的な変更が必要であるとしている。さらにアルドは、肝硬変を伴うナッシュを持つ人々に対しては、異常脈瘤と食道上脈瘤及び肝癌について体系的にスクリーニング検査することを推奨している。アルドは肝硬変のないナッシュ患者に対する定期的な肝性圏お及び肝癌のスクリーニング検査は推奨していないが、 そのようなスクリーニングは、ケースバイケースで行われることもある。また、ナフルドの患者に対しては、肝細胞がん及び、食道、異常脈瘤のスクリーニング検査を検討する場合がある。ナイスは、強化感染異症血液検査を用いて、成人は3年ごと、小児は2年ごとに進行性感染症のナフルドを定期的にスクリーニング検査することを進めている。 肥満とインスリン抵抗性のある人には、インスリン抵抗性のホメオスタシスモデル評価を使用したフォローアップが推奨される。繊維症及び高血圧を伴うナッシュ患者は、疾患進行のリスクが高いため、綿密なモニタリングを行う価値がある。ありがとうございます。